はい、どうも、ギアレスです。どうも、カイドです。今日なんですけども、はい、なんと、はい、エアジョーダン1ハイオージンの、ブレッドなんですけども、はい、こちらがね、ある形で、はい、復刻するんじゃないかみたいな話がちょっと出てきてますので、はい、今日はそのあたりをね、やっていけたらなと思います。で、その他にですね、実はですね、はい、この12月なんですけども、はい、カレンダーをね、はい、いつも前半戦と後半戦という形で、はい、毎月に発売されるもののリリースカレンダーを紹介してたんですけども、はい、今回ちょっと後半戦やってなかったんで、はい、この動画の中でもやってしまう。やっちゃいます。なんでかっていうと、はい、数はちょっと少ないんですよね。年末なんでね。そうなんですね。そうですちょっとね、カレンダーでね、はい、紹介する数が少ないので、まあ、はい、後半戦の方もやっちゃおうかな。そうですね。というところですね。その他リーク情報があるんですか、はい、あ、そうですね、うん。来年発売予定の、ナイキ SP ダンクローであったりとか、はい、また新作の情報が出てきているんで、まあ、続報になるんですけど、はい、ちょっとやりたいのと、はい、トラビスコットでエアジョーダン1ローのオリーブなんですけども、はい、それも続報で。ああ、そうですね。はい、はい、このチャンネルではスニーカー、ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の様子見てない方はこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムをやっておりますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、昨日はね、ちょっとお休みをね、そうなんですね、いただきましてね、はい、久しぶりにお休みでしたよね。はい、はい、じゃあ行きましょうかね。はい、本日なんですけど、はい、スニーカーズの方で朝9時から、eBay とナイキ SP ダンクローのコラボのサンディエッカーの方が発売されたんですけど、うん、同じ日にしたんですよね。そうなんですよね、はい、はい、で朝9時になりまして、うん、まあ、こんな形で順番っていう風になってるんですけど、結核の早かったっすね。結果が早いということは数も少なかったのかなって思っちゃいますけどね。気もするんですけど、うん、はい、9時5分になりまして結果が出たんですけど、うん、僕の結果なんですけど売り切れと。あ、ダメだったんですね。そうなんですよ、はい、僕の結果の方なんですけども、はい、書いてないとずっと書いてないですね最近ね。いつの戦いですか、ね、どちらかが書いてることはあったんですけど。そうです、ね、そうなんですよ、どういうことですかね。はい、までのはすごく早かったんですけど、これ、アメリカのスニーカーズの方で、日本のスニーカーズで先に発売されてまして、はい、ストック数っていうのが出てきてるんですけど、そうなんですよね、大体ね、これ6万7000足やったんですよね。そうなんですよね、はい、まあ、日本のスニーカーズでこんなストックなかったと思うんですけど。そうですよね、はい、当初ね、このスニーカーって数が少ないじゃないかっていう噂がずっと出てたのに、なんか eBay でね、ちょっとだけしか出されないんじゃないかみたいな話もあったんですけども、結果的には US で見るとすごい数が出されてますし、ね、はい、まあ、日本はね、どうやったかなって感じありますけどもね、はい、日本のスケートボードショップの方でも発売されてるんですけど、うん、当初これリークで4000足でできましたからね。そうなんですよね、はい、蓋を開けてみると US のスニーカーズの方でのストック数を見ると6万7000足やったんで、うん、いや多いなと思いましたけどね。そうですね、はい、まあ日本はあれかな、やっぱ数少なかったかなって気もしますけどね、するんですけどね、はい、はい、まあ、何はともあれね、そんな中無事にゴッテンもできた方おめでとうございます。まあ書いた方はね、はい、ぜひどんな感じになってたかというレポートを、ああ、そうですね、なんかコメントとかでいただけたらありがたいんですけど、ね、はい、ソックスの方もすぐ売り切れてましたね。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ、はい、はい、で続いてなんですけど、はい、まあ、ここからは、はい、カレンダーの方 ね、12月の後半戦ということで、はい、もう後半も後半なんですけども12月20日ですね、はい、コンセプトナイキ SB ダンクローで、オレンジロブスターですね、はい、こちらに関しては日本のスニーカーズの発売は来てないんですけど、うん、日本以外でいろんな国で発売情報ができるんですよね。そうなんですよね、はい、コンセプトとナイキ SB ダンクローのコラボのこのオレンジロブスターなんですけど、まず明日12月の20日にこれ韓国のスニーカーズに発売来てるんですよね、はいはい、ちなみにアメリカのスニーカーズの方は12月の22日で来てるんですよ、うん、はい、で日本のスニーカーズに関してはまだ出てきてないんですけど、うん、もしねこれ韓国のスニーカーズと同じ日程だったら明日なんで、まず明日はないかなっていう感じですよね。そうですよね、はい、で一応12月の22日っていうふうに来てるんで、その日日本のスニーカーズの方が来るかどうかで分かんないですけど、おそらく年内に、日本のスニーカーズの発売来るんじゃないかなと思うんですけどね。22日はあまりにも近すぎるような気がしますけど、ね、あといろんなね他にも発売されるスニーカーとかぶったりはしてるんで、うん、そうなんですよ、はい、まあ、これ AK3 ダンクローなんで、まあ、日本のスニーカーズであったりとか発売情報が来たらちょっと同じチャレンジしたなと思ってるんですけど、うん、そうですね、はい、はい、これも結構前から紹介してますからね、かなりやってますよ。そうなんですよ。続いてなんですけども、シチューシーと、はい、ナイキエアペニー2のブラックですね。こちらも12月の20日発売予定と。そうなんですよね。はい。で、こちらなんですけど、12月の17日の土曜日に、これ日本のね、シチューシーの方で発売されたんですけど、そうなんですね、僕ね、寝ててね、ごめんなさい、してないんですよね。僕もね、すっかり忘れてました。そうなんですよね。はい、はい、でこちらの方が明日発売予定なんですけど、僕ね、これいいなと思ってるんですけど、うん、今回多分狙わないですね。
あ、そうなんですか。はい。というのも、まあ、つい出てくるスニーカーが気になるんで、うん、そちらの方でまた話させてもらいたいなと思ってるんですけど。はい。はい、で続いてなんですけども、12月21日ですね。はい。オフホワイトとナイキエアテラフォーマー2色が発売ですね。そうですね、はい。はい。ホワイトのカラーとウィートのカラーなんですけど、はい、まあ、これ以外にもオフホワイトとナイキのアパレルがスニーカーズの方に来てまして、まあ、12月の21日ということで、これ大体海外でも同じ日程なんですよね。はいはい。で、スニーカーズの方に、まあ、2色とも来てるんですけど、まあ、これちょっとね、終端が長いのと、やっぱアウトソールがごついっていうのもあって、まあ、これもちょっとやめておこうかなと思ってるんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよね。はい。で以前言ってるんですけど、この2色以外に来年以降オフファイトとナイキのコラボのテラフォーマーに関しては別色がね発売されるんじゃないかっていう話もあるんで、はい、またその辺情報で次第ですね、こちらご紹介したいなと思うんですけども、はい、はい、なんか最近ね、はい、なんかあのウサギのあのモチーフにしたスニーカーよく紹介してるじゃないですか、はい、これね、なんかあの白のやつ横からちょっとウサギっぽいなってちょっと思いますよね。なるほどね。身みたいに見えますね。そうなんですよ、ね、はい、続いて12月の22日なんですけども、ナイキダンクロスライトオレウッドブラウンですね。そうなんですよ。こちらの方が12月の22日に UK とオーストラリアのスニーカーズに来てるんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい、これね、あのスニーカーズの情報を見て分かったんですけど、はい、ウィメンズだったんですよね、これ、ね。あ、そうなんですね、はい。覚えてらっしゃいますかね、ナイキダンクローで、シューレースの部分がスターマークの入ったあのシューレースでご紹介させてもらってるんですけど、そうなんですよね。これね、ウィメンズだったんですよね。うん、はい、まあ、それ以外にも、トゥーボックスであったりとかサイドパネルの、まあ、粒状になってる、まあ、デザインになってる、まあ、これタウンブレザーが使われてるんですけど、うん、はい、まあ、こちらの方が一応12月の22日に UK とオーストラリアに来てるんで、まあ、年内日本の、ね、スニーカーズであったりとか発売状が来るんじゃないかなと思われるんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン1ハイオージのツイスト 2.0、 こちらも12月の22日発売予定と、はい、これを狙ってるんで、うん、先ほど言ってたシューシーとエアペニー2は今回お見送りしようかなって言ってたのは、これ狙ってるんでやめとこうかなと思ったんですけど、ね、まあ、ご予算はこっちにって感じじゃないですか。ああ、そうなんだ。大体値段も似てるんで、うん、そうなんです。これウィメンズなんですよね。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。はい。こちらの方を、うん、あの、オンラインチャレンジしようかなと思ってまして、で、他にね、日本の小売の方でも発売状が出てきてるんですけど、まあ、これオンラインチャレンジしようかなと思いまして。はい。はい。はい、続いてなんですけども、12月の30日ですね。エアジョーダン2 OG のシカゴですね。はい。はい、まあ、こちらの方が、もう年内最後のオンラインチャレンジですかね。そうですね。そうなんですよ。はい。もともとね、10月の22日に発売予定やったんですけど、本当に12月の30日になりましたね、これね。そうですね。そうなんですよね。当初は10月の22日にリリースされるんじゃないかって話だったんですけど、うん、まあ、リークが出てきて延期の情報が出まして、12月の30日じゃないかっていう話だったんですけど、これアトモスさんのローンチカレンダーにも同じ日程で来てましたね。うん、なるほど。そうなんですよ。はい。まあ、これ前から以前から狙ってるとかさせてもらってたんですけど、はい、まあ、これが最後の、年内最後のオンラインチャレンジかなっていう感じですかね。はい。ストック数の方が出てきてないんで、うん、まあ、今後まだそういったね、リーク情報が出次第ですね、こちらご紹介したいなと思うんですけども。そうですね。カレンダーはまあ以上になるということで、はい、まあ後半戦ね、あんまり発売ないというところなんですよね。はい、本命は本命はやはり、エアジョーダン1汎用 G のウィメンズのツイスト 2.0 か、うん、やっぱりエアジョーダン2のシャープですかね。なるほど。はい。僕もね、サイズだったらね、ツイスト狙いたかったんですけどね。はい。はい。で、続いてなんですけども、はい、リーク情報の方ですね。はい。はい、ナイキダンクローの COJP の続報が出てきてますか。そうなんですよね。はい。海外の店で、セレクトショップでもあり、リセルショップでもある、プライベートセレクションの方が、まあ、こういうふうに製品ショットということで、うん、来年発売予定のナイキダンクローのコンセプトジャパンの、まあ、新色のモデルですよね。以前紹介させてもらってるんですけど、うん、まあ、いろんな角度が撮ってる写真が出てきてたんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、これね、アッパーのあたりとかのブラウンのレザーっていうのが、よく見ると、なんかダメージ加工されてるんですよね。そうなんですよね。はい。ただ、その一定にダメージ加工されてなくて、ところどころダメージ加工されてて、なんとも傷も一つ入ってないような部分とかもあるんですけど、ね。そうですね、確かに。はい。で、面白いのが、やっぱり、ヘビが落とし込んでるようなトゥーボックスであったりとか、うん、サイドパネルの部分のデザインなんですけど、うん、はい。で、全体的にブラウンのカラーで構成されてるナイキダンクローなんですけど、アウトソールがブラウンのカラーになってまして、中間の裏の部分に、JP っていう風に、まあ、コンセプトジャパンのことを示すようなデザインとか入ってるんですよね、これ。そうですね、はい、これ気になり急ぐですけどね、これね、もうちょっと欲しいなと思ってるんですよね、はいはい、これね、あるリークアカウントサイトがインスタグラムで言ってたんですけど、カミングスーンって言ってたんで、もしかしたら発売近いのかなと思ってるんですけど、そうなんですね、ただまあこれ2023で書いてるだけで、どの時期かっていうのはね、どこまで言ってなかったんですよね。なるほど。まあ、ナイキの方からこれに関しては公式写真が出てきたら、まあ、発売がそろそろなのかなっていう感じはするんですけど、そうですね、今のところこういった製品ショットとかできてまして、公式写真とかの情報っていうのはまだなんですよね、これね。はい、はい。
で続いてなんですけども、ナイキダンクロのブラックキャンバスですね。はい。はい。こちらの方が、ヤンキーキックスさんの方が、まあ、いろんな角度が撮ってる着眼を投稿してくれてたんですけど、うん、これね、以前紹介した時に、手に取ってる写真を紹介されてもらったんですけど、うん、その時にこれブラックの部分を僕らナイロンっていう風に言ってたんですけど、はいはい、これね、キャンバスなんですよね。あ、そうなんですね。なんかね、ちょっと見てもらいたいんですけど、ところどころ白く光ってる感じがあったんで、ナイロン生地で光で反射してるんじゃないかっていう話してたんですけど、はいはいはい、これね、模様なんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。ブラックキャンバスなんですけど、ところどころ、こう光が反射したように見えるようなデザインっていうのは、これホワイトのカラーで作られている、一応模様って書いてました。あ、なるほど、なるほど。はい。ただ、キャンバスって書いてるんですけど、スウッシュの部分と、かかとの部分のナイキって書いてる部分は、レザーなんですよね、これ。なるほど。それ以外は、一応、後染めしてるような、ブラックキャンバスに見えるんですけど、うん、で、ところどころホワイトのカラーでちょっとね、デザインが入ってるっていう、まあ、こういった、ナイキダンクロになるんですけど、いろんな角度が撮ってる写真と海外のスニーカー系サイトの説明見たらそういうふうに書いてたんで、僕ナイロンかなと思ったんですよ。その時は通称の名前がついてなかったんで、あ、そうですね、はい、僕ら自身もこれナイロンじゃないかって言ってたんですけど、これキャンバスらしいんですよね、これね。はい、はい、続いてなんですけども、エアージョーダン1ミッドになるんですけど、クラフトインサイドアウトが出てきてるんですね。そうなんですよね。はい、はい、まあ2022年もこのエアージョーダン1ミッドの、まあ、インサイドアウトっていう通称の名前についているモデルをいろいろ紹介されてもらったんですけど、はい、まあ一部エナメルの素材が使われているようなものとか、紹介してたと思うんですけど、はい、2023年もエアジョーダン1ミッドで、まあ、このクラフトのインサイドアウトの方がやっぱ発売するみたいで、新作が出てきてるんですよね。うん、でナイキの公式が出てるんですけど、今年発売されたモデルのようにエナメルの素材とかが使われてないんですよね。そうですね。まあ、見る限りではキャンバスの素材と毛足の長めのスウェードと一部ナイロンの生地が使われてるんですよね。うん、そうですね。はい、このトゥーボックスのあたりとかサイドパネルのこのホワイトの部分っていうのはこれキャンバス素材になると思うんですけど、うん、クールの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、このオリーブのようなカラーになっている部分がスウェードの素材になっているんですよね。はい、他の部分のブラウンのようなカラーの部分っていうのは、おそらくこれナイロンメッシュっていうふうに海外のスニーカーで書いてたんですが、発売されてインサイドアウト同様ですね、このスウッシュの部分よく見ると漢字で23って書いてるんですよ。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。はい。うん、で、まあこのインサイドアウトということなんで、うん、まあトゥーボックスのあたりとか見てもらいたいんですけど、本当だったら違いてるはずの生地が外側に出てきてるんですよね。まあ上からね、貼り付けたような状態ですよね。そうなんですよ。はい。で、上からの写真見てもらいたいんですけど、これ、終端の部分がね、切りっぱなしなんですよね、これね。まあ、吐き口のとこもね、切りっぱなしになってるんですよね。はい、ウレタンが出てると思うんですけど、はい。はい、まあ、来年も、エアジョーダン1ミッドの、クラフトシリーズで、まあ、インサイドアウトと言われるものが、まあ、いくつか発売されるんじゃないかということで紹介されてましたね。はい。はい、で続いてなんですけど、アメリカのスニーカーズの方で、こういったものが出てきてたんですけど、うん、ナイキ SB が20周年ということで、はい、12月の20日から12月の22日の2日間にかけて、今年発売されたナイキ SB ダンクがいくつかね、リストックで発売されるっていう状況で出てきたんですよ、ね。あら、羨ましい。はい、あ。で、ちょっと、ね、見てもらいたいのが、説明のね、文章の期間に映ってるスニーカーが多分発売されると思うんですけど、なるほど。よく見ると、まずこれクロスケートであったりとか、はい、ナイキ SB ダンクローのドジャースが映ってるんですよね。はいはい。まあ一部しか映ってないんですけど、おそらくそうだと思うんですけど。なるほど。はい。で、海外のリーグアカウントサイトの方が、これ以外にも、こういったものがリストックされるんじゃないかということで、こういったとこがあるんですけど、KSB ダンクハイのニューヨークメッツであったりとか、はい、あと、スケートライクアーガールありますよね。うん、KSB ダンクローのスケートライクアーガールとかが映ってるんですよ、ね。はい、はいはい。そうなんですよ。まあドジャーズと、あとフィリーズも映ってますよね。はいはい。まあ、こういったものが、この12月の20日から2日間だけね、リストックで発売っていうふうに、US のスニーカーズに書いてたんですけど、日本のスニーカーズの方にそういった情報出てきてないんですよね。そういうなんか前情報もなかなか出てこないですよね。あ、そうなんですよね。はい。こういうのもね、ちょっと日本のスニーカーズでもやって盛り上げてほしいんですけどね、はい。US のスニーカーズのトップ見てもらうと、This Week、うん、っていう風にニュースが出てくるんですけど、うん、その中に含まれてるんですよね、これがね。なるほどね。はい。そうなんですよ。まあ、アメリカのスニーカーズの方では、明日から2日間、こういったものが利息されるんじゃないかということで、出てきてました、ね。はい。で続いてなんですけども、ナイキ SB ダンクローのジャリトスですね、続報が出てきてるんですか、はい、あ、そうなんですよ。こちらがね、4月の1日発売予定って書いてましたね。あ、そうですね。そうなんですよ。はい。これ初めてなんですよね、この情報で言いたいのが。あ、発売日が明確に出てきたのは今回初めて、そうなんですよ。ということなんですね。はい。春頃じゃないかっていう話だったんですけど、うん、4月の1日発売予定で、メキシコの有名な炭酸飲料であるジャリトスとナイキ SB ダンクローのコラボで、まあ、以前から紹介されてもらってるんですけど、はい。はい、まあ、こういった風にね、
バサの生地の部分をカッターのようなもので切ってもらうとオレンジとも取れるんですけど、うん、スウェードの素材が下で出てくるんですよね。そうなんですよね。はい、面白かったのがこれ以前言ってるんですけど、このグリーンのカラーのスウッシュの部分もあのカッターで、まあ、切ると下地が出てくるんですよね、うん、そうなんですよ、はい。まあ、アッパーの部分のこの、アッサーの生地が使われている部分とか、まあ、一部こういった部分に、切り取って下地を見せてる写真が出てると思うんですけど、うん、これ以外にも他にもねあのカラーがあるんじゃないかって言われてたんですけど、うん、この実物の動画出てきてから他のカラーっていうのは一切出てきてないんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、はい。僕今回はちょっと面白いなと思ってるんで、うん、あのこういった風に切る勇気はないんですけど、4月の1日日本の方でも発売情報が来たらちょっと狙うかなと思ってるんですけど、うん、そうですね、はい、はい。で続いてなんですけども、フライストリートウェアとナイキスビタンクローのコラボ、はい、こちらが3月1日発売予定です、ね、そうなんです。これもね3月1日じゃないかということで、はい、発売情報で出てたんですよ。今回は初めて発売日出てきたってことですね。そうなんですよね、はい、中国の老舗スケートボードショップでもあるフライストリートウェアとナイキスビタンクローのコラボなんですけど、はい、まあ、ホワイトとブルーのカラーの合成されてるナイキスビタンクローなんですけど、うん、3月の1日に出てきてまして、で、これ以前はさせてもらっているんですけど、うん、スウッシュの部分が、まあ、刺繍がいっぱい固まって、スウッシュを構成しているようなデザインになってるんですよね。はいはいはい。刺繍の塊っていうのは、羽をイメージしてるんじゃないかというふうな話を以前やってたと思うんですけど、はい、で、その羽をまとめているようなデザインがかかとの部分に入ってるんですけど、で、面白いのが、まあ、シューレースがちょっと太めの縄みたいになってるんですよね。そうなんです。ね、はい、こちらは3月1日発売予定じゃないかということで出てきてました。はい、はい、で続いてなんですけど、トラビス・スコットとエアジョーダン1ローの OG でオリーブですね、続報が出てきてるんですか、はい。まあ、これねちょっと小ネタになるんですけど、草出来なんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、はい。3月25日発売予定でこれウィメンズなんですけど、うん、まあ、海外のスニーカー系サイトではウィメンズという展開なんですけど、拡張サイズ大きいサイズがリリースされるっていうふうに結構強調してるんですよね。なるほど、はい。で以前売ってるんですけど、これトラビス・スコットとエアジョーダン1の、まあ、最後のコラボになるんじゃないかっていう話なんですよね。そうなんですよね、はい。でホワイトとブラックのカラーで、スウッシュの部分とアウトソールの部分がオリーブのカラーになっているんで、一応通称の名前がね、オリーブってついているんですけど、うん、まあ、こういった風に繊維のカラーにオリーブのカラーでナイキって書いてる、ボックスのデザインになってまして、はい、でピンク色の、まあ、このカラーのね、あの紙の包み紙が入ってるんですよね。今回あのバンダの付属品はないんですよね。ないんですよね。今と映ってないんで、うん、これに関してはないと思うんですけど、3月25日発売予定ということなんで、まあ、大体3月ぐらい先の話なんですけど、うん、まあ、持ってらっしゃる方の投稿が増えてきたりとか、こういったようにボックスを見せてくれてる写真が出てるんで、うん、まあ、もうちょっとね、いろいろ情報が出てくるんじゃないかと思われるんですけど、うん、ストック数がまだなんですよね。情報出てきてないですね、それ。そうなんですよね。うん、はい。まあね、これ大きいサイズ強調してくれるのはいいんですけど、日本でも大きいサイズ売ってもらわないことに、ね、ね、困るんですけどね。はい。まあエンドクロージングとかね、あの、毎回発売してるんで、トラビスとジョーダンのコラボに関しては、うんうん。大きいサイズあったらいいなと思ったりするんですけど。そうですね。はい。はい、で、続いてなんですけども、はい、ジョーダンワールドオブフライトの情報ですか。あ、そうなんですよ。これ一つ前の動画で、イタリアの方に、まあ、ジョーダンブランドから、ジョーダンのコンセプトショップということで、こういったお店がオープンしたとさせてもらってたんですけど、そうですね。はい、ジョーダンワールドオブフライトっていう、まあ、お店の名前で、一つ前の動画でさせてもらってたんですけど、はい、本日ですね、韓国のリークアカウントサイトの方が、ちょっとこういったこと言ってまして、うん、このジョーダンワールドオブフライトありますよね。はい、次できるお店、東京らしいんですよね。あ、東京にできるんですね。はい、で、2月に、これ東京にできるって言ってたんですけど、以前僕らの古い動画で、ジョーダン東京っていうお店が東京にできるんじゃないかって言ってたんですけど、はい、割合できたこのお店が東京にできるらしいんですよね。あ、同じコンセプトのお店ができるってことですね。そうなんですよ、はい。ワールドオブフライトっていう名前になるみたいなんですけど、うん、2月って言ってましたね。なるほどね。はい、もしかしたらここに行けば、一つ前の動画で言ってたんですけど、ジョーダンのジャンマーロゴが入ってるシュートリート売ってるって言ってたんですけど、まあ、多分売るでしょうね、多分ね、ここに。ことがあって売ってれば買いたいなって思ってるんですけどね。なかなか行くことなさそうですけどね。はい。2月ってね、はっきり書いてましたけどね。あ、そうなんですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、これね、僕かなり気になってる情報なんですけども、はい、エアジョーダン1ハイの85で、はい、ブレッド出るんじゃないかな、みたいな話が出てきてるんですよね。そうなんですよね。はい。はい、ちょっとね、この投稿見てもらいたいんですけど、このエアジョーダン1ハイの人が映ってると思うんですけど、うん、これね、発売されると思うみたいな感じの、まあ、聞いてるような投稿やったんですよね。はい、僕が信頼しているジョーダンブランドのことをよくやる、リーカーカンドサイドで、ミスター・アンラウドっていう方がいるんですけど、はいはい、その方がね、軽くちょっとね、コメントが入れたんですよ、うん。で、そのコメントを見ると、次ブレッドのカラーで出るとしたら、もう85っていうふうに言ってたんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。例えば、リーマジンドでブレッドのカラーが発売されるとかそういう話じゃなくて、
て、うん、次ブレッドのカラーで何か出るとしたらエアジョーダン1ハイの85で発売されるだろうっていうふうに言ってたんですよ。でこの方結構以前が言ってるんですけど、この間発売されたトラビス・スコットのブラックファントムとかも、うん、むっちゃ早い段階からこのカラーで来るって言ってたんで、そうですよね。そうなんですよ。でこの方が言ってるんで、ま、本当にそうなるんじゃないかなと思われるんですけど、はい、でそのね文章の下にちっちゃく書いてたんですけど、リーマジンドに関しては次発売されるのは他の別のカラーの何かっていうふうに言ってたんですよ。へえ。なるほど、ブレッドのカラー以外で来るんじゃないですかね。あ、リーマジンドがですか。と思うんですけど。ああ、そういうことなんですね。はい、ちなみに、来年の2月発売予定の85は、まあ、前に売ってるんですけど、この、あれなんですよ、ブラック&ホワイトなんですよね。そうなんですよね。そうなんです。これも欲しいですけどもね。そうなんですよ。まあ、2023年がこれなんで、うん、まあ、2024年か2025年の、まあ、2月に発売されるエアジョーダン1ハイの85が、もしかしたらブレッドになるのかなと思ったりするんですけど。まあ、毎年2月にね、はい、85シリーズ発売されてるので、あ、そうなんですよね。まあ、この流れを踏んでね、はい、来年は、だからで発売される予定なんですけども、はい、その次の年とかね、はい、その次の次の年とかにはブレッド来るんじゃないかなという話が出てきているということなんですよね。はい、古い動画で言ってるんですけど、うん、2026年以降はエアジョーダン1ハイの85はシカゴのカラーで来るって言われているんで、あ、そんな話もありますよね。そうなんですよね。うん、はい、なんで、まあ、それも楽しみなんですけど、85でシカゴのカラー出る前に85でブレッドのカラーが出るんじゃないかなってちょっと思われるんですけど、うん、はい。まあ、ブレッドカラーね、かっこいいんでね、ぜひとも出してほしいですよね。そうなんですよね。ああ、はい。また、あの、続報の方が出ましたら、動画でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイブです。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.